なんかそう新しくなってるんですね。え？テロップ箱だね。オッケーかな。はい、こんばんは。お疲れ様です。どうも。原潤ゆりなちゃん、勝人さん、ふーちゃん、たかひろさん、しょうまくん、りゅうじさんって今日来てくれた人？違うかな。そう、広島です、今も。はわっこぴきおさん、みちひでくんもありがとう。カペさん、バタさん、ししおさん、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。リクト君も、あ、え、またこっちだった。リクト君も、あれ、どこまで行った？ツッタン、だるまさん、トールさんもありがとうね、今日。すぐちゃん、勝者さんもありがとう。竹内さんも、しばごさん、コンサさん、ホリブーさん、ななとも君も、ヒロ君も、ゆのじの、ナムジョニーさん、ゆじ、ありがとう、こちらこそね。そう、広島でした。おこぎさん、私もさとさんもありがとうございました。そう、来てくれてね。すぐるさんも、しゅうたろうくんもありがとう。いちりくさんもありがとうございます。そう、なんかね、ホテルのね、壁がね、なんともプリキなんですよね。なんともプリキの中の感じのこれはプリキで、プリキだよね、結構。無事、広島でのね、ライブが、終わって、で、明日がまた広島でチェキ会が、あるので、まだ広島、2days って感じなんですけど。そう。牛乳ありがとう。あれ、なぜだろう。今日もとても可愛い。ほんと。ほんと。ごめん、ちょっとね、暑くてね、脱いじゃったんだけど。衣装のベストの方を。こんなに壁が緑なことないよね、なかなか。こんな緑なの見たことないね、あんまり。ホテルによって結構あるけどね、いろいろ。ゆいしも、こんばんは、かわいいでしょ。ルイシェさんも、モーリーもありがとう。そう、広島、本当に楽しかったです。あさみも、うゆ、こんばんは。なへいさんも、ありがとうございます。こんばんは、来てくれてありがとう。え、北海道にいるの？あ、そっか、北海道か、獅子王さん。そっかそっか。たきちゃんもこんばんは、ありがとう。ガタガタさん、タッカーさん、アイティもこんばんは、ありがとうございます。ありがとう。新しい衣装じゃないんですよ、実際。あ、そう、あっちに置いちゃった。ベストはいつもね、これの上に着てるの。そうそう、これの上からベストを着てるのが、いつもの、そう、衣装になるんですけど、この下に、ショートパンツを、そう、履いてるんだけど。ライブ最高でした。こちらこそ最高でした、ありがとう。あっくんも、そう、ウインクね。そうなんですよ。なんかね、そう、なんかライブ中に、しかもなんかバラードを歌ってる時に、そう、ウインクしてだって、すごい上手なウインクしてたよねって言われて気づいたんですけど、私結構ね、片目を閉じるのが癖でっていうことに気づいたんですけど、そう、なんか歌でさ、なんて言うんだろう、高いキーに行く時か、そういう感情がガッて乗った時とかに片目閉じちゃうんですよ。こっちかな、わかんないんだけど。その時はウインクできてたらしくて。そう、あの、笑う時もね、片目、閉じてるって言われる時ある。カリタンもありがとう。今日ね、ありがとうございます。白シャツ、いい？
あ、ケイジッチ久しぶり、ありがとう。そう、白いシャツ、ほん暑いからね、これ1枚で出たいんだけど、結構シンプルになっちゃうかなと思って、これだけで出たことはないんですけど、そうなんですよ。そう、ジャンプ、そう、めっちゃ してくれてたね。嬉しいよ、めっちゃ。ジャンプはね、してほしい、一緒に。でも広島も結構、なんか全員盛り上がってくれてたかなっていう感じがしたので、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。トールさん、ありがとう、牛乳。もうね、飲み物ばっかり買っちゃった今日。夜ご飯、なんかお腹、なんかね、ライブの日お腹空かないんだけど、結構なんかあんまご飯買ってないんですけどね、後で好きそう、お腹。飲み物ばっかり買った。そう、真っ白、このシャツはね、結構真っ白なんだけど、なんかね、ダマにならない感じの素材なんで、結構でね、シャツコーデハマってるんよ結構いつも似合ってる。骨格的に合ってるかもしれない。今日もいい感じのライブでしたあ、アンナちゃん、ありがとう、来てくれて。明日会えるのかしら、ね、そう、明日もね、チキ会がありますので、ちょっと今日でね帰っちゃう方も多かったと思うんですけど、チェキ会の方も久しぶりの開催になるんですけど、ぜひ来てください。サルサーさんしたみんな言うよね、恋もんとかあそこら辺のジャンプが多いところ。そう、襟結構大きいよね、これ。襟が結構大きめになってる感じですあ、チェキ会待ってるよ、ありがとうね、いっぱい撮ろうね。ゆいじ来てほしい。ごめんね、近くに行けないから。一番近くで、だって広島とか愛媛とかがねって感じだもんね。そう、なんかね、シャツコーデが好きな人もわりかしいらっしゃるみたいなんだけど、まあ嬉しいんだけど、私結構シャツが好きなので嬉しいんだけど、なんかシャツってどうなんだろう、ものによってはなんていうのかな、女性らしくないの？ん？どうなんだろう、わかんない。なんか男の人好きなのかな。あ、バスで帰るのか、お疲れ様、ありがとう、本当に。私たちもね、明日のチキ会が終わったら久しぶりに多分愛媛に戻ると思うんですけど、結構久しぶりにね帰るので楽しみですね。あ、そう、ローズマリーやっと聞けたね。あ、ハリネズミさん、こんばんは、ありがとう。お姉さんっぽくなるよね、やっぱ。確かにこうやってピシッと決めると。リコパパもありがとう、ミルク。それで今日ね、なんかね、髪をちょっと変えたいなって思って、その普段ハーフアップか、まあ、ポニーテールなのをなんか変えたいなと思って、でね、今日ね、サイドポニーにしたんですよ。まあちょっとあんまりわかんないと思うんですけど、いつもだったらこの真後ろにあるのが、このなんていうのかな、 ここに来てるっていうんですかね、こっち側に来てるやつにしてみたらめっちゃね、そのなんか、あ、なんかね、ジャンプした時とかにすごい綺麗に揺れてくれてだから良かったんだなと思って、これが綺麗にこう、なんて言ったらいいんだろう、こういう感じ、横右に左にって感じになってくれたから、そう、だから、あ、サイドポニーいいかもしれないと思って、そうそうそう、だからまたちょっとやるかなと思います、ライブの時とかに。なんか横向いた時も見えるからいいよね絶妙なバランスで、でそういう人いらっしゃるよね、こうずっとこうやってこういう角度で話すねーってスイートじゃないよ、本当に横向いてます。これはね、いいんですよ、結構。そう、あー、たきちゃん、前やってたよ、私多分このこの下ら辺で結ぶやつやってた。もう髪切りたい、やだ、髪切りた、我慢。ネオさん、こんばんは、ありがとう、
今日もね何人かの方がねポニーテールじゃないわ、そうあれなんだっけ、そうショートカットめっちゃ良かったよって、なんちゃってショートカットのやつね。そうでもね意外と一部だけだろうからね、それがそうこうなんか相違でショートがいいよだったらねあれだけど、なかなかちょっと勇気がねいるよね。そう巻きのポニーテールはね結構安定感はあるかなと思います。私がね、なんでもし丸顔の方とかいたらね、ポニーテールはおすすめでしょ。意外とやっぱ丸顔の人ってこう横にねこうやって出てきたらなんていうんだろう、意外と膨張しちゃうから割と、うん、そう、まあウィッグもあるからね。そういやなんかだからでも多分そのアンケートで取ってみると結構10対90とかだと思うんですよ、私の予測的に。10がショートで90がロングとかじゃないかなって。もやっぱそのどっちかってなったら、そう、そう一部だよ多分、一部の人だけですよ、うん、そう。ジャックありがとう、こんばんは。丸川県ポニテしかしない。そうポニテが意外と安定なんだよ。あとなんかねボブも意外と似合うらしいよ、丸顔なのに。わかんない、なんかボブでも意外といいんだって、よくわかんないんだけどね。そうみちりもありがとう、こんばんは。で私が結構背が低いのであんまり長いの好きって、そのすごい長いのは好きじゃないんですよ、やっぱその背丈の割合的にあれだから。10なんか入るの入るの、あリオペントマイマメでもなんかさとはいえ結構リオペンマイマム、そう全然使ってもらって嬉しいんだけど、なんか結構今ってそのなんて言ったら君とバンドをそのフルで全員を応援してほしいっていうのがみんなあるから、そうそう全然なんかそのつけてくださいって強要はしてないんだけど、既存ファンの意見を聞かなくていいそう、結局すごい優秀とか優しいねそれ言ってくれるなんて。テッシー竹枕さんこんばんは、ありがとう。私ぐらい、私今ねどんぐらいかな、ちょっと今下ろしてないからわかんないんだけど、結んでこれだから、でも伸ばして、まあでも結構な、意外と長いんですよね、意外と長め、うん、今結構伸びてきてます。マニアさんもありがとう、パン。そうなんかショートのイメージがそう強い人が意外とね多いんだなと思って、だからまあ学校暮らしの時、そのみーくんの時に出会った人とかはショートカットのイメージなんだなと思って、なんかそういう人いらっしゃるんだと思って、うん、思いましたけど。ショートは見てみたい。そうなんだ、ジャック、それこそさ今日みたいなねシャツコーデの時とかね、ショートとかめっちゃ合いそうだよね。まあめっちゃ短いとあれだけど、なんでもリオちゃんがそう、それ前から言ってくれてる、嬉しい。それはだからでもまあなんかリアルな話、そのまだ超人気者じゃないからリアルな話をすると、だからなんかその好き勝手できる余裕がないので、まだ、だからそうもうすごいすごい人気になったら多分もう独自のスタイルで何をやっても多分イエーイだと思うんですけど、まだそこまで慣れてないから、まだその結構安全なところを行かないといけないのかなっていうね、真面目なんで。生地屋さんこんばんは、ありがとう。そう今ショートンすると全然違うと思う、やっぱそう初見さんとかをね、だから今そう初見さんをに来てもらわないといけないから、竹内さんそう分かるでしょう、だから売れるまでは、そう変えちゃダメ。だから本当は実はその学校暮らしのミークの時もダメだったんだけど、本当はそう
でも切りたいですって押し通してきたんですよね、あの時も。そう、別に周りから OK がめっちゃ出てたわけじゃないんですけど、なんかその時私正直アニオタじゃなかったんだけど、でもなんかオタク心はちょっとやっぱその時からあったから、自分の好きなアニメが実写になった時にショートカットの子がロングで実写化してきたらちょっとって思っちゃうなと思ったから、絶対に切りますって言ったんだけど。かっつんちかなみさんありがとう、こんばんは。そう、きらなんかね、結構ね、その実際結構裏話だけど、ポニーテールっていう案が出てたぐらい、そう結構回避しようとしてくださってたんだけど、周りの方がやっぱ大事な時期だったからその時ってしてたんだけど、よっぽみーくんがポニーテールで、ね、そうっていうね、あれをそうか言い訳して、そのおかげで会えてるんだ、よかった、来てよかった。そうだからね、似合う似合わない不安はありつつも、なんかこういう時じゃないと着れないしっていうちょっと楽しみも実際若干あって、そうまあね、でも原作のみーくん、まあ、アニメのみーくんもそうですけど、めちゃめちゃ可愛い、なんかアニオタになった今すごい、なんか改めてあんな可愛いキャラクターをさせていただいたんだなってめっちゃ思うんだけど、そう、ね、今あの時もすごいなって思ってたけど、今超アニオタになった今感動して、あ、パフュームさんとかすごいなって思う。あの女の子ってやっぱ髪型変えたくなる生き物だから、なんかその点すごいプル意識を感じるね。切って絶対、さすがに切ってよかったよね。嫌じゃん、だってショートカットのキャラクターをさ、ポニーテールとかに変えられてたらちょっと辛いもんだって、って思ったから、切ってもう大丈夫な時期ではなかったけど、そう切って、でも楽しかったですね。ショートカットでねパフォーマンスするのがね結構楽しかったんですよ、アイドル時代。なんかアイドルらしからぬ短い髪をブンブンしながら踊ってるのがめちゃめちゃなんかねスッとしてそう。あー、コクリムさんこんばんは、ありがとう来てくれて。そう、なんかそれでなんか、そう、でもその時結構スケジュールも詰め詰めだったから余裕がなくて結構行き詰まっちゃってた時期だけど、でもパフォーマンスがね楽しかった記憶がある。人と違うことしたい精神ってやっぱあると思うんですけど、そうだからなんかショートカットできた時ちょっと嬉しかったですね。なんか実写のみーくん可愛かった、あのいい目つきをねしてたよね、鋭い、どんだけ警戒してるんやっていう感じの切りたく、そうあると思うよアイドル時代。でも私はそのショートカット論争の時ぐらいで、あとは結構普通に自分自身が妥当な髪をしてたから、そういうなんかあの口論したりとかってことはまあなかったけど、そう、そのような裏話がありました。みーくんを演じたことは宝物ですねみーくんめっちゃ好きだもん。なんかああいうさ、あの男の子みたいな見た目の女の子結構好き。しかもみーくん可愛いし、全然可愛い。ドラさんかな、ハロー、まあとは喋れません私も筋肉痛だよ、やばい。でもちょっとねお風呂シャワーかな今日は、ちょっとねまあいいやそうだね、そう、ボイシな子いいよね、ちょっと惹かれるよね、ショートカットのなんか可愛いみーくん、ああいうなんか金髪ショートの女の子惹かれます。そうなんですよ。あ、そう、みやさんとかもやっぱなんかずっと、あいみょんさんとかもそうだけどね。だからあ、カリタン言ってたね、私だからマジマジとナナミンが区別つかないって言われた時に、え、どこがって思って、全然確かに髪ロングだけど違うよって、ね、
昨日の演奏の成果出せた出せたと思うけどね、昨日寝れなくて2時、わかんない、2時とか3時ぐらいまで結局やっちゃって、なんかね本当に悪い癖で、悪い癖じゃないけど、ライブの前日とか、まあそれに限らずだけど夜中にすごい弾いちゃうんですよギターを、からはそうで、なんかいつもだったら外に聞こえてたら LINE が来るんですけど来ないから、あ結構普通に流してるけど聞こえ、今日は意外と聞こえてないんだなと思って、そうっていう話を、そういや聞こえてたんかいと思ってそう春だから、やっぱ春風モンド、春だから春風モンドにしたんですけどとか言って、で夜中とかはなんかその自分たちの曲もやるんですけど、リフレッシュというかその息抜きじゃないけど兼ねて、結構他の人の曲とかもなんか夜な夜な弾いたりとか、弾いて歌ったりとかねする。まあでもホテルはね大きい声出せないからあんま歌えないけどね。そう会長、いや全然ツイッターをね見てなくて、その時間にっていうかさ、なんかあれ、いや今日ね MC でこれ話そうなんか雑談的な感じでアンコールとかで話そうかなと思ってて忘れてたんですけど、私昨日さ、ちょっとあんま聞こえちゃったらだからなんですけど、なんか昨日は寝ようと思ったらめっちゃ横の人がすっごいいびきかいててすっごいいびきかいてたので、もうなんかね、何事ですかってぐらいの、まあ、いびき、なんか私が寝ようと思ってお布団に入って、でもうさってなった時に、なんか聞こえてくるなと思って、そしたらなんかそのなんか一定のリズム感とかのその感じ的にもう絶対いびきなんですよ。でってなって、しかもなんかさ、そのなんか なんて言うんだろう、友人とかさ、その知人だったらまだしも、なんかその結構なんか知らない人のいびき、知らない人のいびきを聞くのがちょっとなんかそうきつい、それできついじゃないですか、ちょっとだからおーと思って、そうでもね、イヤホンつけたまま寝ちゃうとアラームがね、なんか耳でそのなんて言ったらいいんだろう、大丈夫かなっていう心配があったから、なんかイヤホンをつけたくてもつけれなくて、だからなんか向こうにも邪魔にならない、で私もいびきが気にならなくなるぐらいの程度でなんか音楽とか YouTube とか流してなんとか寝ようとしたんだけど、結構ねそう嫌だね、そう私結構ねそういうの気にしちゃうんだよね。あ、佐々木さんありがとう来てくれてゆいじそうなんだ、いやでもいびきはでもしょうがないと思うんですよ、しょうがないとは思うんだけど、やっぱそのなんか知らない人の、いやちょっとこの音聞こえてたら危ないからね、知らない人のいびきとか、そう私結構潔癖なんかね、まあ、そこは潔癖とまた違うんですけど、潔癖症も結構ねそうあって、そうだから最近割とそのホテルでお湯に浸かれないっていうね、結構いらっしゃると思うんですけど、お風呂ためれない、そのホテル そのシャワーはできてもみたいな、もうめちゃめちゃ綺麗な感じだったら全然気にしないんだけど、そういや聞こえてたらやばいから、夜行バスかそれやばいね、夜行バスでってなんか、そうでもなんか寝てる時自分で何が何だか分かんないんだろうから、でも私はよくこれやっちゃう、これ分かるかな、ガタンみたいなやつやっちゃいます私この前さ
まつげパーマしていただく時って、うつ伏せになって寝るんですけど、こうやってスンって寝るんだけど、そしたらまあ言ったら、まあ、寝てる状態ですよね。だからまあ それ以上、ね、なんて言うんだろう、ね、寝れない、もう十分寝転んでるのよこうやってって状態で、めっちゃ寝てて、めっちゃ寝ちゃってて、で私多分なんかね、それでこう寝てて、もうそっから落ちようがないのに、こう、いや、おかしいなって思ったの、自分で言いながら、うつ伏せって思った、ちょっと。いや、あのね、ちょっと今日本当ね、なんかね、今日調子悪いんですよ。あの楽屋でもすごい調子悪かったんだけど、仰向けになってて寝てて、でも寝ちゃって、で、あのガタンってなる夢を見たがゆえに、もうそれ以上後ろも下がれないのに、なんかこう、なんていうんだ、後ろに自分で頭突きするみたいにこうやってしちゃったのね。そうで、バッて目覚めて、お姉さんが大丈夫ですかって笑っちゃってて、いや、それ笑うよねそんなのさ、面白すぎて笑っちゃうよねそう、ビクってなるやつをやっちゃったの。あれも本当恥ずかしかった。なんか結構個室っぽかったから、なんか周りに見られなくて済んだけど、恥ずかしかったな、あれ。ああ、もう大変だったそんな話が止まらなかったんだけどライブの話をしたかったのにライブはね、でもなんか最近結構さ、ライブハウスの中で私喉が乾燥しちゃって、でなんかもう本番の前に枯れてるみたいなね、状態がそうすごい続いてるんだけど、まあ、なんか意外と歌えるね、だけどね、うん、でもなんかすごい熱気がなんかこう後ろから前まですごくて嬉しかったな。なこさんこんばんは、ありがとう。あ、授業、あー、もう授業中とかね、やったことある ね。めっちゃ寝てたもん、正直、うん、うつ伏せ忘れて、ほんとうつ伏せでまつげパーマできるかできるかやろ、すごい高度な技術。みちりさんありがとうね、来てくれて、歌声めっちゃ素敵だった、ありがとう。なんかもう結構その新体制になってさ、その初めて見た方、その新体制になって初めて見た方とかが結構多かったと思うんですよ。だからなんか なんだろう、こう、あ、こんな感じなんだみたいな、そう、こんな感じなんだなってなった人も多分いるんじゃないのかなって思うんですけど、あ、ちなみに今日の青森きれいだった、ありがとう。そう、それでさ、そうだから、で、そうだから、なんかいろんなね感想を結構いただくことがわりかしあるんですけど、で、なんか なんて言ったらいいんだろうまあ、あんまり変にこういろいろ喋るとあれなんですけど、まあ私がさ結構昔はそのあのメインで歌うことも多かったのが、まあ最近その新体制になってからそのハモリに移ったりとか、まあ、そういうことがね増えてきて、なんかそのすごい昔からの私のファンの方とかからなんか意見って感想アドバイスっていうのかな、そのなんかいろいろいただく時があるんですけど、あるんだけど、なんか私は多分これからその私がメインで歌う曲もあるとは思うんですけど、やっぱリサちゃんがそのメインボーカルとして新体制になってその入ってくれたし、私自身もなんかそのハモリでバンドに貢献できるならハモリその入れるとこは入れてね、そのソロで歌った方がいい曲もあるから、そう入れれるとこは入れて、ギターももっと頑張って、なんかあのなんだろう、支える側にも回れるようにというか、そうって思ってるので、まあなんかそのなんて言ったらいいんだろう、想像と違ったりとか自分の理想と違うとかの人がいるのかもしれないんだけど、まあ、新体制見た時に、そうでもなんかなんて言うんだろう、まあ、これなんか何が言いたいんですかって感じかもしれないんだけど、なんか私はもともと私のこと
単独で応援してくれてた方にも、なんかそのリサちゃんのこともまえちゃんのことも、同じようにこう応援してほしい、まあその3人、そのなんて言ってんだろう、そのバンドを応援してほしいし、なんて言ってんだろう、こう3人のこと見てほしいから、そう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 、だからなんかまあそういう風にね、まあ見てもらえたらなーっては思って、あ最高ってなってた本当ハモリはまあでも私から言ったっけ、どうだったかな、まあなんかいずれねできるようになったらいいんだけどねって、でも実際難しいよねみたいな感じで一回話がね止まってたんだけど、ハモリに関しては。で今回からって形になったので、なんかそのね、これから結構曲によって変わると思うから、まあ何とも言えないんだけど、そうそう、私がなんか私のそのポジションが結構、私が一番その新体制になってからわりかし変わったのかなって自分でちょっと思ってるんだけど、そうだからなんかあーってなってる人がもしかしたら一部いるのかもしれないんだけど、でも私なんかそのなんかなんて言ったらいいんだろう、バンドのためになってたらそれが全てだなって思ってるので、そうなんか私はその決めたバンドにちゃんと必要とされる存在であれるようにって思ってやってるから、なんかまあこれからそうそうそう新体制になっていろいろ私のポジションが変わってくることもあるかもしれないんですけど、まあそのリードギターならリードギターで頑張るし、ハモリならハモリで、メインで歌うならメインで頑張るし、自分の役割果たせるようにね、まあ、頑張っていくので、なんかぜひそうすいません、何言いたいか分かんないってごめんね、なんかそうだからまあはっきり言うと、まあ、アイドル時代とかだとやっぱ推しに目立ってほしいとかセンターをとかっていうのがどうしてもやっぱあると思う、まあ、それが正しいあれだと思うんですけど、だと思うんだけど、今正直私はその君とバンドで、それは見てもらいたいけど、なんか一番目立ちたいかっていうと、それよりそのなんて言ったらいいんだろう、君とバンドにちゃんと貢献できてるメンバーであるかどうかってところの方がなんか、そう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 、なんか重要視今しちゃってるから、だからまあみんながみんな同じように思ってほしいってわけじゃないから、ただ私の一応共有しとくねって話なだけなんですけど、なんかね、こう優しいファンの方とかが気を利かせて、りょうちゃんもっとこうやって出たらいいのにとかってアドバイスねしてくださる時があるから、ごめんねと思って、そのなんかなんかね、その思って言ってくださってると思うんだけど、全然私はなんか、まあ、貢献できてる存在になれてたらなんかそれでいいなって思ってるので、そうとみんな同じ方向を向いて縁の知ったの力持ちそうになりたいんだけどね、なんか意外とすごいことしてるよねとか、意外と引っ張ってるよねみたいな風にいつかなれたらいいんだけどね、そうだから私も正直そのなんかバンドになってから初めてこうよりこうアイドル時代以上にそのなんだろう、なんていうの、その相手が引き立つようにとか相手がより良くなるようにとかを考えれるようになったから、そのバンドってやっぱみんなで音作るから、そうそうそう、私自身も最近になってやっとそういう気持ち芽生えたもんだからあれですけど、それからみんなにもまあなんかバンドとしてね見てもらった時にいいなって思ってもらえたらいいなとは思っています、はい、いやありがとう、いつも応援してくれて、そうだからまあただ本当にね努力しますが、もうねまだまだって言っちゃった、まだまだ無駄みたいな、ちょっとまだまだそう実力ね不足なとこもあるから、もどかしくねさせちゃう時もあるかもしれないんですけど、結構その憧れとかは結構すごい持っちゃってるタイプだから、そうなんかいつかこうなりたいみたいなのはやたらあるんですよ、なんかそうこういけるように頑張るので、そうそう、バンドってすごい本当チームだからね、そうそうそう、だからね、なんかまあメンバーが頑張ってるところを、まあ、すいませんが私が一番見てるので、やっぱり私がというかそのメンバーが一番見てるからそう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 、だからね、
だからあそう最初の頃の曲とかもね、そう新体制でやった時とかでもやっぱその昔と違ったりとかねした時に戸惑っちゃう人もねいると思うんだけど、もう全員が全員その楽しんでいただけるようにって気持ちでね作ってるものだから、そうそうそうジョジョこれはわかる、ムダ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 はわかるそれだけわかるいいし、そうだよね、だからまああのお別れとか終わりが怖いと思うから、みんなまあバンドってどうなんだろう、なんかあんまりね賞味期限がないというか、そのね、なんか人生のその転機とかがあった時にどうするかとかはあるかもしんないけど、基本なんかその終わりになるきっかけタイミングみたいなのがそうあんまり、そう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 、あ猫神さんこんばんはありがとう、ないかなって思うので、長くね続けれたらいいなってね思ってますね、そうそうそう。いやミリリン全然ね大人にね意外と全然慣れてないんだよね、こんなに22にもうすぐねなるのに、意外と全然まだ子供だなって思うけど、うん育休をね取得すればみんなで子育てみたいなね、うん、でもまあなんかこう みんなに結構細く長く応援してくださいって言ってるもん、私たちも細く長く続けていかないとねいけないからね、そうそうそう、うん、そうなんですよただこれだけ言えるのは、多分なんかあのまあリサちゃんとかはまた別かもしれないけど、音楽をすごいやってきたその音楽めちゃめちゃ詳しい子がいっぱいいるわけじゃないから、あの音楽性の不一致での解散はないと思うこれだけは言えるよね、なんかたまにみんなで話すんだけど、なんか音楽性の不一致での解散は絶対うちらないよねみたいなやっぱそのねありがたいこと周りにこう楽曲いただいたりとかして作詞はねするけど、そう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 とかってやってるから、そこはまず回避できるよねっていう話はねしてましたねそうそうそうなんですよ、でもやっぱ結構あるじゃんそれが、うん、ありがちだからそこはないと思いますそう意外とメリットだったっていうね、そうだからメリットもあるんですよ、楽器未経験でのメリットもありますからね、そのごめんなさい、なんか熱くなっちゃって、熱いライブしちゃったから熱いライブしちゃって、なんかすごいみんなの思いも感じたから、私もなんかちょっといろいろ伝えたくなっちゃったんだけど、別になんかみんなに何か強要を、ね、したかったわけじゃなくて、そうなんかこんな気持ちでやってて、こうメンバーにも、まあ、あの こんなメンバーが なのでよろしくお願いしますっていうのをねちょっと伝えたくなった、楽しいお話だった、最近のリュウちゃん熱くて好きって恥ずかしいんだよね、それはなんか恥ずかしいんだけど、なんかね広島は結構思い入れもあったから、そうなんか勝手に熱くなっちゃったんだけど熱いライブ行きたかった、熱いライブしますまた、そうまあでも本当にね周りのメンバーが頑張ってくれてるおかげで私もいろんなことさせてもらえてるから、そうだからそうそうそう、だから、まあ、最近結構言ってるけど、その特典会とかもね全然なんかもし気使って私のとこしか並んでない方とかがね いたら全然他のメンバーのとこもねぜひ行ってみてもらえたらなって思います、まあでも私のとこ来てねでも私が一番で会ってほしいっていう、もうすごいちょっとめんどくさい女でごめんなさいあアニメのそうしたいですね、したいね、めっちゃしたいそれは、うん、アニメとかもに限らずなんだけど、本当にテーマソングみたいなのはね、そうなんですよ、いやもううつぶせ、もう本当やめて、もううつぶせやばいよねもうやめよう本当ゆちさんこんばんはありがとう、恥ずかしくなっちゃった、なんかそうでもはい、めんどくさくて好き、そうめごめんね、私結構ねめんどくさいと思うんだけど、だから本当矛盾すること言うけど、
あのやっぱその2人のファンの方で私のとこにも来てくださる方もいるから、そういうのもあってやっぱその私のファンの方にも、まあ、2人のところにも行ってみてほしいなっていうのもそのあってですね。でも私のこと一番好きでいてほしいんだよねもういいや、もうなんでもないですもうどんどんめんどくさい、めんどくさくなってきてる。え、クレヨンしんちゃんの主題歌ないちゃんやりたい、死ぬまでにやりたいですね、うん、はい。まあでも分かるでしょ、そういうことそういうことですまあでもあのね、こういろいろと余裕があのない、そのそれが簡単にできないって方もね、もちろんいらっしゃると思うから、これももちろんそうしてね、絶対してくださいってことではない。そうそうそう、もしよかったら、悩んでる方がいたらよかったら、はい、すいません。もうなんかね、もうやだ、私ライブの後の配信ね、やもうすごいいらんこと言っちゃうからやだなんだよね。ちょっとごめんなさい、ほんと短くありがとう、明日たち機会よろしくって終わろうと思ったのに、また余計なことを話してしまってごめんなさい。まあ明日ちょっとチキ会のお知らせだけちょっとちゃんとしときたいので、ちょっと待って、チキ会の詳細をちょっと見て、もう本当にね、まあみんなが優しいから私もわがまま言っちゃうんだけど、ちょいつでもいらっしゃい、本音が聞けるの嬉しい。そうでもなんか別になんか本当応援の仕方ってね人それぞれだから、ただなんか私みんな優しいから、なんか私に気を使ってあのなんか行きたいのに行け、そのなんかまいちゃんとりさちゃんのとこ行きたいのに行けないって人がもしいたら、そういう人たちの背中を私が押してあげないとなんかあれだから、そう言わせてもらいました。なんかもしそういう方がいたら全然、結構ねめっちゃ面白いから2人とも、そうね。でもありがとう、みんなが優しいおかげでね、列とかもねこう並んでくれる人がいてってやっぱ状態だから緊張するよね。わかるよ、わかるんだよ。そうだよね。だから別になんか行きたくないんじゃなくて行けないんだと思うんですよね、正直。そうなんですよ。だからなんかそうだよね、リサちゃんとかはやっぱおおらかなその雰囲気が出てるからあれだけど、舞ちゃんって結構ギャップがあるじゃないですか。おっとりしてるんだけど、やっぱ見た目で言うとちょっと結構美形だから、なんかお話大丈夫かなってねやっぱ思っちゃうと思うんだよね最初ね。だからそれで緊張するのはねわかるよ、うん、そう。明日はね11時からですね。11時からいつものチキ会よりちょっと早い。まいちゃんのギャップやばいねちょっとコロッといっちゃうんじゃないそれ、ちょっとコロッといっちゃうんじゃない本当に一番は私に言ってください、それはめんどくせえ、自分でめんどくせえ。ワークピア広島ですね。ワークピア広島っていうところで11時から、一部が11時からで13時までですね。で二部が14時半から16時半まで、で元 STU48 三島遥香さんも参戦してくれます。これはねありがたい、歯の話しかできてません、面白いなんか自分ならではのね話とかやっぱねあれだと、いや酔ってないんですよ、酔ってないんだけどね。あそうそう、天野さん、そう広島駅のねから近いので、ぜひぜひ、結構広島駅から近めでありますね。でいつもね12時からとかが多いんですけど、今回11時からなので、お間違いのないようにお願いします。今日発言めちゃくちゃ可愛いやいやもう本当にやめてくださいよねえそうかな、ね、ごめんなさい、なんかもうすっごい恥ずかしくなってきちゃった、もうやだ、そういうのじゃない、そういうキャラじゃないですよね。はい、終わりましょう。広島、ワークピア広島。
です。予約不要、予約不要で、はい、予約不要です。でまあ誰でも来てください。本当に次回ね、たくさんの方が来てくれたら嬉しいのでお願いします。すいません、ごめんね、なんか不快な発言があったらごめんなさい。もう本当に良くない、喋りすぎるとね恥をかくことになる。え、野球見に行くの？あ、ぜひ。その前来れそうだったらいいな。恥ずかしいから。お仕事なんだよね、みちんでさん。またね、あの会いに行くので待っててください。ありがとうございます、ね、いやもう本当にごめん、なんかやだ、恥ずかしい。別にこれはあの素じゃないです、全然。あのあれだから、嘘だから、全然嘘そうですけどね、これは。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあね、みんなあのゆっくり休んでいただいて、ね、あのそうですね、まあ明日は地議会、広島で地議会ねありますから、2部、1部2部とねあるので、まあ、来てもらって、はい、よろしくお願いします。はい、バイバイ、ありがとうございました。嫌になっちゃう。明日お仕事の人いるの？明日お仕事の人頑張ってね。ありがとう。お疲れ様です。明日もね、来れる方お待ちしてます。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。バイバーイ。ちょっと本当バイバイ、忘れてください。はい。嘘でした。じゃあね、寝てね、ちゃんとみんな、うん、おやすみ。